クロールとは水泳の泳ぎ方の一つで、両手で交互に水をかき、両足を交互に上下に動かして泳ぐ泳法である。英単語としてのクロールは腹ばいで進むを意味し、泳いでいる時の姿勢がそのように見えるところから名付けられた。クロールの泳法は、一回のストローク動作中でのキック回数の違いにより6ビート、4ビート、2ビートなどに分けられる。もともと、 南アメリカやオセアニアの人々はクロールに近い泳ぎをしていた。19世紀においてインディオが非常に速く泳いでしばしばヨーロッパ人を驚かせていた。19世紀後半、アーサートラジオンが南アメリカに旅行した際に見た原住民の泳ぎにヒントを得て平泳ぎのように左右同時ではなく片方ずつ腕をかく泳法によって平泳ぎよりも速く泳げることを見出した。 20世紀に入り、オーストラリア原住民が変える足ではなく、バタ足で泳いでいるのを見たフレデリック・キャビールによって、トラジオンストロークが改良されて、現在のクロールに近い泳ぎとなった。水泳の泳法としては、現在最も早く泳げる泳法であるため、競泳において自由型といえば、事実上この泳法で競われている。そのため、クロールのことをフリーと呼ぶことがある。また、 動作としては、指先から水の中に入れ、腕を両方に伸ばす。手のひらを少し外向きにして、手と腕で水をつかむ感じで水を下方に押す。肘を高く構えて、体の下を手のひらで水を後方に押す。手が太ももに触れるまで、体の下で水を後方に押す。肘を手の位置より高くして前方に運ぶ。親指から手が受水できるように腕を内側にひねる。 1940年、日本水上競技連盟が、平泳ぎや背泳ぎ同様に、クロールも日本語名があるのが望ましいという声が上がったことを受けて、クロールの日本語名を全国を対象に検証として応募を行った。全国からの応募の結果、日本水上競技連盟は294票で1位の、票を獲得した即 A を選出して命名した。ありがとうございます。